はいどうも、今日はですね本郷2丁目、文京区の本郷2丁目に来てます。僕自身初めて人生で降り立ったんじゃないかと思うんですが、今日ものんべのたしなみというか、もう今月は年末ということでずっとのんべのたしなみ特集ということで行くと思いますので、まず今日のゲストを呼びたいと思います。伊達男のすんたらず、永遠のアロハ少年役者、江原修さんです。どうぞ。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。今日はカズさんと差しで飲めるということなんで、文京区までわざわざやってきました。よろしくお願いします。久しぶりじゃないですか、カズさん。久しぶりじゃないですか。というわけで今日はちょっと懐かし話に、はい、花を探せながら飲みたいと思います。はい、じゃあ行きます。小沢和義のカズチャンネル。こんばんは。どうも、本日はよろしくお願いします。店長の松本さんです。あ、初めまして。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご主人、自慢の料理をいただきたいと思います。いや、急に寒くなってきた。すごいですよ。もう12月ですよ。ザ本当だよ。やばいっす。まあ、ロンドンゲッターかな。やるじゃないか、お前。いや、カズさん、これ、俺の清掃です。清掃、俺の清掃。アロハ先輩です。どうも、よろしくお願いします。まあ、じゃあとりあえずどうぞ。はい、どうぞ。レース、うん、うまい。あー、うまい。タッチのだけ僕も本当に電話で出させてもらったんで見たんですけど、うん、いいですね、こういう飲みながら。逆に YouTube らしくない、うん、から普通の会話してるだけなんで、うん、お前とももう何年、もう28ですから、うん、俺も今度、今57ですから、もう約30年です。約30年だよな。もうそれこそ、最初に行ったスコア、うん。スコアから始まって、どうでしたか、最初のデビュー作だったな。スコアのフィリピン行く前日まで、野毛でバイトしましたから、ど素人がいきなりいい役で、あの、映画に出るって、半端ないですよ。最初な、あの、割とそうでもない。はい、まあ、楽に、最初はだから楽にやればいいという役だったんだけど、はいはい、ちょっとしたハプニングで急に大抜擢になって、初日、はい、時計を見るシーンがあった時、はい、ブル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 って震えて、監督が頭を抱えて、はい、大抜擢しすぎたかも。それよく覚えてますね。俺もインバンタリー時計だけちょっと取りますっていう時、それがバーンって出てきて、いまだに震えそうになる時あります。これね、みんなちょっと聞いてほしいです。よくあの高校生が甲子園で緊張して両手両足が出るってあるじゃないですか。そんなことあるかと思うでしょ。ところが俺両手両足思いっきり出た。そのぐらいやっぱ緊張してます。まあね、でもご覧の通り、これ2枚目だな。結構中さんかっこいい、中さんかっこいいって言われて天狗になったんだよっていう。ある女性に、私の上を通り過ぎたやつはみんなあのメジャーになってるって言われて、マジかと思って、そのこと一応共にしたんです。俺だけ全くメジャーにならなかった。びっくりしました。それって言えない。そうだ。まさにそのとおり。面白いね、こいつのエピソード。うまそう。食べて。はい、ありがとうございます。食べていただきます。いただきます。うん、うまい。うん、タコ好き。うん、僕もタコ好き。うん、でも結局俺だよな、まあ仕事だけど
一番世界中のどこよりもフィリピンに長いこといるような、10回行ったの毎月一月だし、でも兄貴がああいう監督やってまだ厳しい時期だったから、スコア2までは全然遊びに行かせてもらえなかったよな。本当ですね。もうそんなフィリピンで拉致されたことあるじゃないですか。そうそうそう拉致警察官に拉致。そうです、まあ、俺だけじゃないですけど、あの水上隆史っていう先輩の役者と一緒に、いまだに俺思ってます、あの人が悪い、あの人がのんびりしてるから。要はあの金出せって言われて、金今ないから、あのホテル行けば金いっぱいあるからホテル行ってくれ、ホテル行けばどうにかなると思ってた。そしたらまずお前が金取ってこい、もし誰かに言ったらこいつは殺すで、水上さん、じゃあ俺、水上さん、俺金持ってきますかって言ったら、水上さんもうほぼ泣いてましたけど嘘でしょって、大丈夫、プロデューサーに言って、いやちょっと金ちょっと貸してくれ、実は今拉致されてる嘘でしょってことになって、ちょっと借りて、で誰にも言うなって言われてたから、大丈夫、俺が金渡せば終わるからって話で言ったら、フィリピンってホテルに警備隊っていうかガードマンいるじゃないですか、あいつらなんかおかしくないかって言って、いやバレたらやばいから、いや大丈夫大丈夫って言ったんですよ、ついてきちゃったそいつらそしたら奴ら慌てて、ギューって水上さん乗せたまま発進して、水上さん後ろ向いてやばいと思って、でタクシー止めて、俺一人じゃ怖いから、そのガードマン、お前も乗れって言ったの。そしたら、いや俺たちこっから行けないからだったらお前来んじゃねえよ最初からこれでタクシーで追跡して、止まったところにお金あるっつって見せて、でお金投げて、水上さんはタクシーに乗せて帰ってきた。俺だから水上さん今生きてるの俺のことですからねまず最初はいきなり車を押し込まれた感じ。最初はパスポート見せろって言われて、俺は警察だって言われて、パスポート見せろって言われて、パスポート持って出歩くっていう考えがなかった、まあ多分なくてもよかった時代だったんで、でもう法律が変わってパスポートないと夜歩いてたら捕まえるみたいなこと言われて、いやないよって言ったら、お前らなかったらもうダメだろ。でこれも俺も英語そんなに喋れないし、水上さんもそんなに喋れないし、詐欺軍団なんで一人通訳がいるんですよ、相手側にボスであろう人がフィリピン語でバーッとまくした、通訳が、ボス、わかりました、ねえねえ、あなたたちボスすごい怒ってるよ、いやわかるよ、まあ、見りゃわかるけど、お金を出さないとあなたたち殺すって言ってますえって、車乗せられて、とにかく警察行きましょうなんて言われて、いやそんな行ったら絶対ダメだって俺も分かってた。でタクシーが来たんで、俺すぐそのタクシー止めて、水上さん行こうって言ったら、うん、水上全然なんかもう緊張してんのかビビってんのかボーっとしちゃって何にも動かないんですよ。で動かないうちにこのタクシー行っちゃって、結局二人で乗るそっち側に乗ること、じゃ全部水上さんのせいなんですよそれで車乗せられたら山道ずっと行くんですよ。どんどん見たこともないところ、やばいね、山道はやばい、いやこれ怖いと思って、そしたらまたボスがわーってフィリピン語で、通訳が、ボスそれはかわいそうよって言うから、俺たち何があったの生爪剥がすって言ってますけど、うそ、こうはと、パスポート持ってないだけで、だけで、だから怖くて、ホテル行けばどうにか金たくさんあげるっていう、まあ、嘘をついて、ホテルまで、要は街中まで来ればどうにかなるんじゃないか、結果、どうにかなったんですけど、非常に怖かったっていう話です。すごい、すごいっすね。すごいっす。ありがとうございます。たらこ、あん肝大好きなの。さっき言おうと思ったのは、カズさんと名前言っていいのかな、山下さんが喧嘩して、ただこんなとこにパンツ押してんじゃねえとか、もう本当にくだらない話で、まあ、それだけみんなこう集中してたから、ストレスも溜まってたんで、それで喧嘩したのを、豪太さんがアンパン食いながら止めてたっていうのを、すっごいイメージを覚えてそれも歌舞伎のポーズで、そうです、こんなんで一番先輩だったんで、豪太さんがやめろやめろもう本当にこうなそれ見て笑っちゃう、笑っちゃって小沢ひとりさんと、まあ、同級生なんですよ。大体小沢さんに怒られるのは大体まあ俺とか、まあ、カズさんも怒られてましたけど、豪太さんは一応教育係みたいな感じでいたんですけど、ある日
こうさ、俺もう小沢さんに怒られすぎですよ、お前がお前の悪いところはなこういうとこなんだよって、こうさ俺に説教してって言ったら、あの部屋のルームテレフォンってかルーム電話が鳴って、はいっつったら、おう、ゴータいるかって小沢さんから呼ばれてきて、ゴータさん、小沢さんに呼び出されたんですよ、うん、で、1時間くらい経って帰ってきて、ゴータどうしたんですか、めちゃくちゃ怒られたやつ、え、あの人が一番実は怒られてる懐かしいね、懐かしいですね、うん、それであれだよ、お前この間兄貴の YouTube でお前が保護者だったら、はい、猫さん、猫さん、はい、出たんだよ、あ、本当ですか、兄貴の YouTube に、はいはい、ラパンっていう、お前ラパン覚えてる、ラパン知ってます、ラパンって野方にある、はい、俺らがずっと集まった朝までやってる喫茶店な、はい、そこにも古舘さんが面白そうでついてきちゃった、はい、猫さんが言ってる、何を言ってるか分かんないけど、古舘さんが全部通訳しちゃいます、猫さんの喉頭がんでだいぶやばい、はい、だいぶやばいっつって、俺その時猫さんの割と近くにいたんで、いろんな人に、あの猫さんでもちょっとおそらく死ぬんで、あの金みんなあのカンパしてくださいっつって、カンパして20万ぐらいになったんですよ。それを猫さんに渡して、猫さんこれで、まあ、あのうまいもんでも食ってくださいっつったんですけど、そっから15年生きてるんですよ俺この間言ったんですよ、いつまで生きてんだよって言われてるんですよで元気ですよ、毎日酒飲んで、今まで電話があって今度っていうか、うん、あのできればあのスコアのメンバーでだけで飲んでみたいですね。面白いね。YouTube 公開。YouTube 公開、うん。やってみたいなと思ってですよね。面白いね。宇梶さん出てくれるかな。ああ。ちょっとその辺が、ね、僕は、ね。まあね。その辺のなんかメンバーとちょっと飲みたいなっていつも思うんですけどね。うん、まあ結果年下なんで使いっぱい尻になるのは目に見えてるんですけど俺は。お前一番。俺一番下です。56? 一番下が57です。57で一番下。一番下。57でアロハですよ、だから。この回きっとタチ見てるよ。あ、本当ですか?タチにメッセージ。タチ、お前のせいでこんな格好で来ることになったよ。ありがとう。照れてよかった。以上。最近ちょっと声をが、ちょっと声変えたんで、声を。うん、渋くしたんで。どういうこと?いい声になってるんですか?これ。なんで?いやいやいや、なんでってちょっと高いのが嫌で、別になんか手術したわけじゃないですけど、うん、酒でうがいしたりしながら。そうなると声変わるんですか?声変わって。あ、じゃあ俺酒ばっか飲んでるから。だからそういうか声。低いんだ。低いんです。あ、まあ。小沢さんも酒ばっかり飲んでるから低いじゃないですか。ちゅうかないってか。まあ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 。小沢さんと猫さんはほぼ何言ってか分かんないです、うん、ラジオとかやればいいじゃん。ラジオちょっとやってみたいですね。ラジオ面白いよ。そうでしょうね、うん、もう格段に俺ラジオやって思ったのが、例えばバラエティとか出て急にバーって喋られてポンってこっちに来た時とか返せない、特に明石家さんまさんみたいなトークだと聞き入っちゃうわけや、ね、小沢さんポンって来たら何答えていいかっていうので頭試行錯誤になっちゃうじゃん。でもラジオとかやるとトークスキルが上がるから、うん、そういう意味で向こうがこういうふうに返してくる、こういうふうに返してくるっていうものに返してくる。で、特にお前なんかお笑いのスキルもあるから、そこにさらにトークつければとってもいいんじゃん。いいですね。うん。もうね、いつまでもあのアロハ着てる場合じゃない。いや、こいつラジオで映んないからっつってアロハ着るタイプ。大丈夫。やっぱり初心忘れるべからずで。そう。でもお前あれだな、やっぱ年食ったから話が落ち着いてきた。ああ。お前を呼んだらもうちょっと話跳ねるかなと思って、結構落ち着いてんだよ。あの、いや俺めちゃめちゃ面白い。ラジの時だけお前に跳ね上がったな。いやいや、こう、どうしても、カズさんだし、跳ねて喋ろうかなと思ったんですけど、やっぱこう、懐かしさとかの方が勝っちゃいますね。まあ、そんなに基本合わないんですけど、どうしてもあの、スコア学園の同級生とは思わないですけど、同じこう出身っていう、どうしてもそっちの方がちょっと勝っちゃいましたね。いや、週締めて。いやいや、締めて。むちゃぶりっすね。いや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 、楽しかったですね。うん。うん、あんまり合わない人なんですけど、まあ、割といつもあの自分の中では近くにいる人なんで、うん、まあ、なんか親戚のおじさんに会った感じ。
さんつってんじゃねえよ。まあまあ、まあ、2つ上なんで。まあ楽しくいただきました。また呼んでいただければまた来ますのでよろしくお願いします。いや今度スコア同窓会、あぜひぜひ、いいね、はい、それいいね、面白いね、はい、まあ、そんな感じで今日は飲んでのたしなみのゲスト江原修さんでした。ありがとうございました。またよろしくお願いします。アロハアロハってやれアロハ